はい、レオンです。今回は BOCW スタンドオフ24分の7のハードポイントで遊んでみたいと思います。全員今回パーティーなしでね、の全員ノラっていうことでね、さっきこの屋根の下でキャパキ落として取れなかったんですよ。今回クラス変わってね、この柏優希のクラスの久しぶりにミラノ821、これエピック設計図ですね。で R1 シャドウハンター、スティムショット、セムテックスをセンサー前のクラスで暴れてみたいと思います。はい、頑張るぞ。さっきはここが、最初はここがハードポイントだな、あの屋敷の前、目の前。あ、スモークされてるな、今度スモークがね、どうしてもまあしょうがないけどね、目標だから、あの目標ん？ん？ 上に強いっしょこれ。信じがたいってなんだこれ。めっちゃ強いっしょこれ。スチールやってない？危ない、こっちのじゃない味方だ。もう7キロ、悪くない。ラジコンです。あー、破壊された。ばっか、この辺は本当に。ここでハードポイントの方が、あの次の今の目標の方が好きなんです、俺。さっきの目標のところは難しくてね。こいつには多分壊されてないかな。ここは結構嫌ですよ、今のところ。上にいるぞ、上に。なスモークですごいことになってるな。勝ってるでしょこれ、分かるな。あ、これ投げようか。よし、おーし、いいぞ。センサー前行こう。スモークだったら絶対引っかかるからね。13キロやってる。 OKOK、 取ったか。敵の偵察機が接近。死んなさい。あ、やめか。階段の上ね、強いからね。どうしても真下は不利なんで。セムテックス死ね。今度は勝ったよ。いないか。あ、味方かこれ。あ、こっから来れるんだよ、そういえば。このハードポイントも面白いな。男を切る。あ、いた。どっかで撃たれたんだ俺今。あ、キルカメちょっと見るつもりだったんだけど。投げよう正面。強いっしょこれ。次のハートポイントどこだ。我々が優勢だ。こっから行って、ハッキングして、この辺にいるな。敵だ。よしよし、入った入った。めっちゃキルやってるわ。デスマシン行こう。デスマシン、スピン。これのキルもあるから。あ、目の前にいるな。敵のトロフィーシステムオンライン。あ、よしよし、バッチリよ。センサーマイン。あー、やられたか。ケアパッケこっちに落としてもいいけど。ハードポイント占拠。 RCXD 行くか。 RCXD を屋敷の中にいるな。上にいるの、上に。あ、いないか。
あ、ちょっと、あ、引っかかってる。ダメだ。この上に、あ、入れた。ケアパケ落として、いかしか。なんか強力なの。デスマシンで出てほしいな、どうせなら。チャレンジ今やってるから。そんなにキルできなかったからね。なんか、落ちて。セントリーいいんじゃない？目標はやっぱりセントリーだ。ハードポイントを失った。ハードポイントを識別。敵がハードポイントを。中に参ったよな。上空に敵のカウンター偵察機。セントリー置くか。ここに。でね。テクスを使う。ガスマインを破壊した。ハードポイントを。めっちゃ強いから。25キロ。ハードポイントで強豪が起きている。ハードポイントを失った。敵のスモークを。スモークは邪魔なんだよ。早くこ。8発はちょっとな。スモーク使わなければいい試合なんだけどな。あ、こっから撃って。ここに投げて、あ、そっか、向こうか。敵の偵察機、複数機。ハードポイントを特定。ここに投げようか。あ、これ敵じゃない、これ。今度は？あ、これか。ん？向こうか、向こう。ナイフ、バリスティックナイフがいるな。ハードポイント占拠。ん？ハードポイントで強豪が起きている。ハードポイントを失ったぞ。ちょっと負けてんのか。セミテックス死ね。スモークがね、いるよ。目標もう一体いるよ。いないか。なんか打ち切り、めっちゃいっぱいね、なかなかチャレンジが進んでおりますな。ハードポイント占拠。ね。複数キル。で、あ、あ、回復したいんだけど。ね、今回のハードポイント面白いな。あ、接近戦はちょっとやばいからね。勝利は近い。コミニストの目を潰そうぜ。敵のエアーパトロールを検知した。俺のさっきのあれどうなったんだ。セントリーはこれに仕掛けとくか。俺のセントリーこちらだったよな。あ、もう破壊されてるんだあれ。死ね。強いよこれ。40キロ生かしたいな。ここでまだ40キロ行ってないからさ。戦域内に敵のセントリーターゲットを検知した。こっから来るな。プチドカーンも引っかかったな。ここ来るぞ。あ、次のハードポイントのあれか。終わりか。40キロいかんかったな。俺がキルやってんじゃん。あ、36キロもいるか。
俺じゃない、出してくれ。俺じゃない、回収を待つ。デスマシンはもうちょっとキルしたかったけどな。あ、こいつらなかなか。あ、34キロってか。うん、やっぱハードポイントが面白いね。あの武器レベル上げにチャレンジなんかもハードポイントがやっぱり進むんでね、ハードポイントやるようにしてるんで、多くチームデスマッチとキルコンファームドはね、すごいあるからなるべくやらないようにしてるんですよ。ドミネーションもあんまりやらないんで、めっちゃやるようにはするんだけど、35キロ20です。プラス15、キルレ 1.75。 いいね。サプレッサー解除かな。なんだこれ、信じがたい。マルチプレイヤーゾンビで応答式の武器を使用中に対戦勲章を25回達成って書いてあるのか。プラス降臨カードにプラス 10XP。 これもあったか。打ち切り。80年代アクションヒーロープレイリストでキルマルチプレイヤーまたは虐殺勲章ゾンビを10回達成って書いてある。これはあのアクセサリーですね。でプラス 10XP。 これは結構いいね。スチールも2回やってるぜ俺。すげえ。前段装填こういう感じで、マズルのですね、こちらですね、エージェンシーサプレッサー、ガスを閉じ込め、マズルの上昇を抑える、マズルフラッシュをなくす、長所プラス、あ、マズルフラッシュ行政プラス 100% に、垂直反動制御プラス 7% で、短所が有効射程距離マイナス 25% ですね。46ですか。迷彩はこういう感じで、スチールもやってる。あと1キルで、あと1回スチールで、これがですねチェックポイントっていう迷彩、こういう感じで。久しぶりに使うんでね、ミラノは今回これ使わなかったね。でアクション、時代アクションヒーロー、これはあと2回ですな。これ終わったんだよね今回ね。打ち切り。80年代アクションヒーロープレイリストでキルマルチプレイヤーまたは虐殺勲章ゾンビを100回獲得。なるほどね。あ、これも終わってるんだ。これ2つ終わってるんだ、こっちとこっち。信じがたい、これは打ち切りでしょ。これは信じがたい戦い。マルチプレイヤーゾンビでオート式の武器を使用中に対戦勲章を25回獲得で、プラス、あの何、これはコーリングカードと 1000XP だけど、ダブル XP なんで 2000XP ですね。こちらはアクセサリーと 1000XP、 2000XP。 これが、あ、結構進んだね。マルチプレイヤーゾンビでデスマシンを使用中に乱射勲章を25回獲得。今20キロまでやってるんで、あと5キロで終わりますね。これ武器チャームですね。夏の訪れっていうチャームと、あと 1000XP が入りますね。もうちょいで終わりますね。あと2つだね。こっちとこっちで終わるんだ。これで終わるんでね。で弊社からプレイヤー ID、 コーリングカードどれでしょうか。これですね。圧倒的熱量で、アクセサリーもこちらですね。捕食者アリゲーター、敵に食らいつきデスロールで勝利をつかめ。こっちにちょっとやっておきますか。で武器チャームも、あ、これはやらないけどね。いつも俺これメイン武器はこのチビスノーマンにしてるんで、
あ、武器チャームがないぞ。なんだ。あれ、あ、まだか武器チャームは。あれ、あ、そっか、これまだか。で、あとは何だったかな。終わりか、こんなもんか。はい、以上にしたいと思います。今回ね、この柏木家のクラスでミラノ821のエピック設計図に R1 シャドウハンターにスティムショット、セムテックス、センサーマインにパークガエンジニア、フラッグジャケット、スカベンジャー、リストックにコールドブラッド、スパイクラフトにパークグリードで、スコアストリーク構成が RCXD ケアパッケージ、デスマシンというカスタムでね、スタンドオフ24分の7、のハードポイントで遊んでみました。あとオペレーターね、これレイスなんだけど、これ一応マルチプレイヤーのチャレンジ、これも終わらせたので、これはバトルパスから獲得したやつなんで、これはデフォルトのやつで、これはチャレンジの終わらせたやつなんで、でこれも最、これで最後さっき獲得したんで、これはウォーゾーンやらないと、ゾンビかウォーゾーンですね。これもやらないといけないな、できたら。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。